交差地院本堂、交差地院は、愛知県岡崎市桜形町にある、総統州の寺院。三号は新温山。自伝によれば、略王二年に、足利高氏の命令で、高諸氏が、三河国匹近郷に、八幡社と共に寺院を建立したのが、始まりとされる。当初は新温院総持寺と号する、新言州の寺であった。しかし、 塩分年間に新御人と総持寺は分離され、本尊なども総持寺に移された上現在の岡崎に移転した。ため、飢饉号に残った新御人はやがて敗退した。文明年間、作種の川尻城から飢饉の名の内城に奥平さだが移った後、鴨茂群の両山名を生じ科学通るに消え、新御人の跡地に伽藍を建立して、 総当宗の寺として再建した。旧名から3号の新温山が取られ、当初は定政の寺物であった延命寺蔵菩薩を本尊としたという。この像は現在の本尊に体内物として収められており、旧ぬかた町の指定文化財に指定され、岡崎市への合併に伴って市文化財になっている。 当時院裏手には非金城と奥平家臣の墓があるなど、武士との関係が強い寺院であった。また、明治初期、桜形学校の仮校者として、当人院報道を使っていた時期があった。ありがとうございます。